こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、日本もアメリカも、やっぱアマゾンはね、えーまあ、非常に販売力が強いんで、その販売力と強いサイトで売るというのはね、えー、ライセンス違反とか、まあ、法令違反とか条例違反とか、まあそういうのについてね、えー、年々、いや、月々ね、ね厳しくなっていきます。で、えー、8日前に来た このメールね、ね、えー、該当商品が商品ページから削除されましたと。まあ私が FBA 納品してた商品ですけど、このね、えー、マチェットっていうね、えー、なぎな、んなぎなったじゃない、えっ、ー、と、三刀、ザス、えっ、ー、と、木とかね、草とかね、切り開いてジャングルで、あるいはね、えー、やぶとか、えー、を切り開く、えー、もの、ね。まあそうは言ってもね、 マチェーテって映画があるぐらいで、まあ、中東、ね、中東法にかかります。だから売れませんみたいなね、通知来ました。まあ、こういうやつですね。まあ、確かにね、そうだろうと。まあ、危ない商品であることは間違いないですけど、まあ、ただこれそもそもね、アマゾンで買って、で、アマゾンでまたね、えー、販売してた商品なんで、まあ、そういうのもね、えー、売れなくなると。 だからライセンスとか、まあ危ない商品ね、えー、あるいは危ないって言った意味がね、こういう狂気になるってことじゃなくて、子供が使う商品でね、えー、あ、そうそう、子供が使う商品だとね、水鉄砲とかもう銃の形してるでダメっていうニューヨーク市の条例とかがあってね、えー、そうなると水鉄砲もね、ダメと。水鉄砲武器界って感じなんですけど、まあ武器の形で禁止してますって言われたらそれ従うしかないです。まあ、そんなわけでね、えー、どんどん 禁止商品は増えてますでね、まあこれは別に危ないからカタログ削除しましたよっていうだけで済んでるんですけど、ものによっては、ねえー、ライセンス違反とか、あるいはね、えーまあ、国をまたいで販売認めてないように国をまたいで販売してるなんていう商品については、後から、ね、半年もあるいは1年も経ってから、あなたこの商品販売したんでアカウント削除ですというのもあるんでね、 えー、商品選びは慎重にキャラクター商品とかライセンス商品ライセンスってどういうことかっていうとねあ例えばあのブランドソニーだの任天堂だのね、えー、そういうのがくっついてる商品あるいは、えー、ルフィとかねえゴクー悟空とか、まあ、そういうのがくっついてる商品についてはまあ本当に慎重に扱った方がいいです、まあ、何しろかにしろ迷ったらねこの商品どうでしょうと いうのでご相談ください。単純にそれがね、扱って大丈夫ダメっていうだけじゃなくて、まあ微妙だけどそんだけ儲かるなら扱いましょうとかね、まあ、多分大丈夫だけどそれ儲からないからやってもしょうがないですというところまでね、えー、含めてアドバイスしますんで、えー、お気軽にどしどしご相談ください。何しろね、ね、えー、アメリカにしろ日本にしろ、えー、どんどん 売っちゃまずい商品とか売れない商品って増えてってますんでね、売、えー、っちゃまずい商品を売ってて、ね、アカウントが育って調子良くなってきたところで、ね、以前の売のっちゃまずい商品を売ってたのを蒸し返されてアカウント削除というのが一番バカバカしいんで、そういうケースにならないように、まあ、商品は、えー、慎重に選んで販売していきましょう。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。